やっぱり同世代のトップ選手よりはすごい自分は遅れているんですけれども、世界ジュニアに出れたことによって少し自分のペースながらもうその成長できていると感じたので、頑張らなくてはいけない、本当に頑張らなくてはいけない。ジュニア最もう終わらなきゃいけない最終日、はい、強制送還です来年は。6年なんだ解禁解禁です。あ、ブロック解禁賞を卒業したい。もう廊下でキラーは本当にナショナルキラーになりたい。最年長ですし、ちゃんとやれば確実に取れると思っているので、おごらないで一生懸命練習したいなって思います。全日本ジュニアの目標は190点を超えることです。結果はどうでしょうね私は言わないでおきます。わかりました、はい。